おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾さひろです。今日はですね、いい時も悪い時もということでお話しさせていただきたいと思います。どんな時もですね、いい時もあれば悪い時もあるし、こう上がれば下がるっていうようなこうリズムがあると思います。それでも自分の中で、ただそれに振り回せされている時は確かに大変不安なんですけれども、自分のこう向かうべきところ、目標であったり、何かしらこうなりたいという強い思いがあれば、それに向けてそんな時も、じゃあ下がった時は良くなるように、それに近づけるように頑張ることができますし、いい時もさらに、じゃあそのままこう継続してこれまでやってきたことを実践しようというふうになっていきます。ですので、何か大きな揺れがあった時ですとか、悪くなった時でも、いい時でも、自分がその自分の目標とするところに向かっているかどうかということを定期的にしっかりと確認していきながら、一歩一歩それに向けて、じゃあ悪い時はどういうふうに改善していこうか、いい時はさらにそれをこう強化したり、その調子を保つためにはどうすればいいかということを考えながら、ぜひ、一歩一歩焦らずに、不安にならずに、逆にまた不安になった時もそういうふうにして、今すべきことを一歩一歩、その施策を取っていっていただければと思います。それでは頑張ってください。失礼します。